ダッドリー・フィールド・マローンダッドリー・フィールド・マローンは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家。1882年6月3日、マローンは、ニューヨーク州ニューヨーク市のマンハッタンにおいて、ウィリアム・マローンとローズ・マッケニーの息子として誕生した。マローンは弁護士となり、民主党に参加した。1921年、マローンは、作家ドリス・スティーブンズと結婚したが、間もなく離婚した。 1930年1月29日、マローンはエドナル・イーズ・ジョンソンと再婚した。1913年4月21日、マローンはウッドラ・ウィルソン大統領からアメリカ合衆国第三国務次官補に任命され、翌4月22日に着任した。マローンは1913年11月22日まで同職を務めた。 その後マローンは1913年にニューヨーク港の調税官となったが、ウィルソン政権が女性参政権導入を支持したことに対して異議を唱え、1917年に辞任した。1920年、マローンは農民労働党の公認候補としてニューヨーク州知事に立候補した。だがマローンはわずか49,953票を、 獲得しただけで敗北した。結果は、共和党のネイサン・ミラーが133万5617票を獲得して勝利し、民主党のアル・スミスが126万1729票で続いた。1932年、マローンは民主党全国大会にニューヨーク州代表として参加した。マローンは国際的な離婚専門の弁護士として活躍した。 1925年に、キリスト教の教義に反する進化論を教えたとして、高校教師ジョンスコープスが逮捕されると、マローンはスコープスの弁護人の一人となり、進化論教育を禁じる法律の撤廃を目指した。 h t t p p o l i t i c a l g r a v h y a r d c o m b i o m a l l o n e h t m l f a 0 6 9 9 1 d h a t h t t p w w w s t a t e g o v w w w a b o u t s t a t e ヒストーリー、オフィサーズ、ダセク、html, ハット・ジョンソンウィリス・フレッチャー・ラスコ・ CE ・ブラウンワルター・ウィップル・スプーナーウィリス・ホリーヒストリー・オブ・ザ・ステート・オブ・ニューヨーク、ポリティカルアンドガバメンタルザ・シーロキュー・ h i e 級スプレスピアニッシモ ,347 から348 350http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュブックス s as brr イコール 1& and, id イコールんとくきしげくふいちゆうビドイコール送るくれいさん六五八八三れい &dq イコール22ファーマーレーバーパーティー22ピコグラムイコール pa 350 &lpg イコール pa 350 and, 9イコールマローンプラス49%に C953。ありがとうございます。